皆さんこんにちは、カズラムチャンネルです。さあ今日はですね、アバター2リリースから1ヶ月経ちましたが、1ヶ月間散々飛ばして良かった点悪かった点などお話ししていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。まず素晴らしいと思う点は N モード S モードがついているっていうのが非常に大きいと思います。まあ、これまでマビックを飛ばしたことある人、エアシリーズを飛ばしたことある人、ミニシリーズもありますけれども、そちらと全く同じ状態でドローンを飛ばすことができると。そして初心者の方でもですね、 N モード S モードはスティックを離すと自動でホバリングをしてくれます。走行が通常の FPV 機とは全く違いまして、まあ通常ですとこのマニュアルモードと同じで常に前進するとか、ホバリングも自分でスティック操作しないといけないっていうことになるんですが、 N モード S モードはスティックを離せば自動でホバリングしてくれる。それが非常に良い点だと思います。例えばなんですが、マニュアルモードで散々飛ばして自分のそばに機体を戻すとき、まあ、そういったときも N モード S モード使うと非常に楽に戻すことができます。でですね、これを使うといわゆるマビックのような撮影ができるっていうことじゃないですか。なので FPV のような飛ばし方をするだけでなく、マビックみたいに飛ばすことができる、いわゆるバックとか横移動とかゆっくり前進とか、そういったこともできるんです。そしてそこでホライズンステディを使うと、もうまさに撮った映像はマビックみたいなんですよ。なのでこれ一つのフライトで両素材が撮れるというようなイメージで、バリエーションも多く撮れるっていうのが非常に良い点だと思います。それからですね、一時停止ボタン、これがまた非常に使えます。離陸する時って僕って結構 N モードで離陸させて、で一時停止ボタンでゴーグルの中の設定などを見直して、まあ、カメラの設定とか見直して、そしてマニュアルモードにするんですが、この一時停止ボタンっていうのがその場で確実にホバリングをしてくれるっていうのが非常に安心です。上空で飛ばしていてこれを押すと急停止という形でブレーキがかかって止まってくれるんですが、危ないと思った時も使えますし、まあ、カメラの設定を上空で変更したい時、送信機の操作感を変更したい時とか、そういった場合にも非常に使えます。これはかなりの利点ではないかと思います。続いてはこの飛行中にですよ、このカメラの角度、これを変更できるって通常の FPV 機では考えられないですから、これがまた非常に便利だと思います。まあ、通常の FPV 機はここネジ止めされているので、そのネジを緩めて、そして角度を決めて、で締めて飛ばすっていう感じなんです。飛行中にそのようなことすることはまずできないですから、これをリアルタイムでできるっていうのは非常に便利です。スピードをゆっくり行きたいときは平行にして、スピード出したいときは角度つけて、このようにっていう操作がゴーグルの中でできてしまう。その設定のですね、切り替えが上空でできるというのが非常に便利です。それからバッテリーの持ちですね、飛ばしてる自分がバテてしまうぐらいかなり長持ちする方だと思います。通常の FPV 機だとだいたい 5,6 分じゃないかなと、もしかしたらもっと短い機体とかもあるんですけど、まあ、飛ばし方次第でですね、これだとやっぱり15分しっかり持ちますので、間設定の切り替えとかちょっとした休憩を入れて飛ばしても満足に楽しむことができると思います。このインテリジェントモバイルバッテリーもすごい便利機能がついていて、バッテリーって結構こう使い方が多少違ったりするじゃないですか。これは最後まで使って、これちょっと途中でやめました、ここも途中でやめました、こういった場合にですね、この機能ボタン、この横のボタンを長押しすると、緑に変わってボワーンとゆっくり点滅してます。でそれを見るとですね、このように充電が始まります。低い電圧のものから高い電圧のものに充電してくれるという機能です。なのでこれとこれを使って、これを今フル充電にしようとしているという、まあ、そういう便利な機能もついているので、ぜひお試しください。これやめたい場合は長押しすれば止まるはず。黄色になりました、黄色になれば止まります。
ゴーグルの映像は非常に綺麗ですし、受信の方もしっかりしてくれるので、細かいディテールとか木の枝とかそういった部分もよく見えています。なので飛ばしやすくなるので、その分攻めることもできるんじゃないかなと、まあより安心ですよね。いくら画質が良くても受信が悪かったらうまく飛ばすことできませんが、このゴーグル、そしてこのアバターとの受信ですね、しっかりと映像を伝送してくれるので非常に飛ばしやすいと思います。あえて言うならなんですが、そもそもシネ風吹機なんでシネマチックな撮影用の機体ではあるんですが、もう少々アクロバティックな撮影がしたいっていうのが本音です。パワーがどうもこの機体の重さに対して足りてないような感じがします。確かにモーター小さいですからね、もう少し大きいものでも良いのじゃないかと。ただそのようにパワフルでグイグイ攻めるような機体ではそもそもないので、まあ、バランス的にはこれぐらいがちょうどいいんでしょうけど、このですね、海外でもアバター1から話題になってるタンブル現象、こけるっていう意味なんですが、このガックン症とかデスロールとか言われているこの症状がですね、ガーッとスピードに乗せてターンをするとガクンとこうやって落ちるような動きをするんです。その瞬間制御不能になるので非常に怖いっていうので、海外ではデスロールとか言われてるんですが、あまりターンをグッとやっちゃうとその現象が出てしまうので、そのあたりの操作には気をつけてください。一応 DJI サポートの方にも問い合わせてみたんですが、どうやらそのような仕様が出ているということで、まあ、今後どういった対策をしてくれるのか、まあ、そこちょっとファームアップなりなんなりで改善してくれるものか期待したいとは思いますが、急なターンだけは気をつけてください。その他個人的に思った感想なんですが、室内で飛ばすにはマニュアルモードはちょっときついかなという感じでした。機体がやはりサイズ感的に室内向けではない、しかしどうしても飛ばしたい場合は N モードを使うと比較的飛ばしやすかったです。スマホとゴーグルをワイヤレス接続する機能が日本仕様の 2.4GHz 帯だと使えないようです。使えたら便利だったんでしょうけどね、干渉するんでしょうか。話題でしたピクチャーインピクチャー、ゴーグルの外側についているカメラでゴーグルをつけたまま外の映像を見れるという機能なんですが、申し訳ありません、ほとんど使っておりません。モーションコントローラーなんですが、一瞬使いましたが全く使っておりません、申し訳ありません。何気に便利な機能として他にもありますが、このクイック転送ってやつですね。簡単に言うと機体の電源を入れて Wi-Fi で DJI Fly アプリとつないで機体の中に入っているデータを直接ダウンロードすることができるという機能です。ファイルサイズが大きいと少々時間がかかるんですが、スマホでデータが見たいとかそういった場合に使うと便利だと思います。 46GB ストレージ内蔵も非常に助かりました。忘れたということが早速あったんですが、 4K60 フレームで撮影してもバッテリー3本分は足りないということにはならずに記録することができました。それから内蔵ストレージに記録した場合、バッテリーをつけて電源入れないとダメなのかと思ったんですが、このバッテリーなしの状態で直接パソコンにつなぐとパソコンもちゃんと認識してくれました。なのでそのまま直挿しでダウンロードすることができます。というわけでいかがだったでしょうか。約1ヶ月使ってみてのざっくりとした感想ではありますが、風吹機として飛ばすという意味ではこの機体はよくできてますし、本当素晴らしいと思います。なので初心者の方、もしくはこれまでマビックシリーズ、エアシリーズ、ミニシリーズ飛ばしてた方で、ちょっと違う形でドローン飛ばしたいなという方にはぴったりだと思います。今後もこのアバター2を使っていろんな絶景を撮影していきたいと思います。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。